続報、伊藤純也不利に慎重詐欺枠に第4第5の弁護士現る。当初伊藤が争うとしていた同意の有無に関しては、こんな厳しい見方もある。女性側の主張が事実であるという前提に立てば、本事案は、相手側中伊藤側との間に恋愛プロセスがなく、初対面かつ複数人がいる場面での出来事です。しかも、伊藤選手は既婚者でもあります。一般的には、このような状況で女性側が性行為に同意したとは考えがたいでしょう。こう述べるのは、性犯罪やセクハラ問題に詳しい上谷桜弁護士だ。そもそも、同意を得て性行為をするのならば、多量の飲酒は必要なかったはず。仮に女性が自ら酒を飲んだとしても、酩酊中の同意は真の同意ではありません。以上の事情は、女性側が同意はなかったと主張する際に有利に働きます。このような見方をする専門家は少なくない。性的少数者の問題等に詳しい南和幸弁護士は、こう指摘する。今回の事件では、女性側の主張が服装などの点でブレているという話がありますが、それは普通にあり得ることです。被害を受けたからこそ記憶が曖昧だったり、急に鮮明になったりする人もいます。代理人の弁護士が伊藤に事情聴取せずに自分の考えで勝手な交渉するなんてありえないから、結局のところ伊藤は性行為を認めてたんだろ、これは。あとは伊藤が性行為した時の女性の状態はどう認識していたのかをなんと供述するぐらいか、女性は酒で酩酊していたのか、それとも酔っておらず意識がはっきりしていたのか。ベルギーのゲンク所属時代に優勝パーティーを抜け出して一人で帰るぐらいの陰キャ伊藤純也さんが女遊びなんてするわけない。実態がわからないようにかき混ぜてお互い告訴取り消し示談で終わらせる作戦か。実態なんてその場で警察も呼んでない、被害届もすぐ出さなかった、お笑い新喜劇で終わってる。どんなに伊藤を擁護しても立ちはだかる伊藤と共に刑事告訴された伊藤の専属トレーナーの壁。こういう案件でまず周りに相談もしてなきゃ被害届も出してないのが謎すぎる。わざわざ証拠少なくなってから刑事告訴する理由がない。もう出張ネタないやん。第2第3の宿は一体。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。